小樽築港駅は、北海道小樽市築港にある、北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は S13。電報略号はタコ。事務官コードは13117。本港では、駅周辺にある、日本貨物鉄道のコンテナ周配基地である、小樽築港オフレイルステーションについても記載する。防波堤など、 小樽港の港湾工事基地とするために開業した駅であり、かつては創車場、機関区を要する大規模な駅であった。現在は、快速、エアポート、ニセコライナーが停車する主要駅として機能している。1976年の小樽築港駅と小樽、機関区、周囲約 1.75km 範囲。下側を走るのが本線で、左が小樽駅方面。 右下カーブの頂点に当駅の駅舎と島式ホーム一面二線がある。駅舎側は貨物ホームとして使用され、小樽寄りに引っ込め線が三本敷かれている。すでに石炭線石駅としての役目は終わっており、海上三橋の基礎や、構内配線はまだそのまま残されているが、左上では現在の勝おさむふの埋め立てが始まっており、かつてのチョタミヤードには、 土木資材が置かれている。また右側の港湾設備には多くの木材が浮かび、木材取扱いが主要になっている。機関区は半円以上閉じた大きな線形車庫が残り、その外側を左端に向けて浜小樽駅への貨物支線が敷かれている。機関庫の上の青い屋根の建屋は小口貨物取扱うわやで、右端の青い屋根は シャー貨物の上屋であった。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成島式ホーム一面二線を有する京城駅。鉄骨二階建てとなる駅舎デザインは JR 北海道と姉妹提携しているデンマーク国鉄との共同で決定し、ふすま、障子をイメージとして上部を ガラス張り、株を石造りとしたものである。総工費13億円のうち7億円を、小樽市が負担している。北海道 JR サービスネットが、駅業務を行う、業務委託駅。緑の窓口、自動券売機、自動改札機、エレベーターエスカレーター設置。駅の南北を自由連絡通路で結んでいる。 かつて、小樽実行機関区のあった駅の北西に、保線車両、除雪車両の留置線や資材基地が置かれている。C62 ニセコ運転当時は、C623 はここで整備され運転に向かっていた。JR 貨物のコンテナ周廃基地で、小樽実行駅の西側 1km ほどの場所にある。ここでは12フィートコンテナのみを取り扱っている。 貨物列車の代替のトラック便が札幌貨物ターミナル駅との間に一日四往復運行する。国鉄分割民営化前の1986年11月に小樽築港駅での貨物の取り扱いが廃止された。同時に小樽築港コンテナセンターが設置されトラック代行輸送が開始された。その後2006年4月にコンテナセンターから オフレールステーションに解消した。オタル市統計省によると、近年の年度別乗車辞任の推移は、下記の通りである。ウィングベイオタル1980年の日本、国有鉄道化のツヤード機能廃止による、有給地を有効活用するため、オタル市は、オタル秩庫駅周辺地区の土地利用の見直しを、決定し、魅力あるウォーターフロントを創出するために、 土地区画整理事業、小樽地区駅周辺地区土地区画整理事業を行い、小樽地区駅も南北の駅前広場と自由通路、新駅舎の建設が決まり、1999年に完成した。駅舎は自由連絡通路によってウィングベイ小樽に直結している。新日本海フェリー、小樽フェリーターミナルまでは、車で約5分の距離に位置している。 南口は駅前に小林滝寺住居後石文屋国道5号があるほか、北海道小樽水産高等学校への最寄り口になっている。駅南側の国道5号上に小樽築高駅停留所、北側のウィングベイ、小樽側にパルテ築高停留所がある。ありがとうございます。